長崎バス松が枝営業所。長崎バス松が営業所は、長崎県長崎市松が枝町6番6号にあり、高速バス路線、長崎市西部、北東部や長与町に至る、一般路線を担当する長崎自動車の営業所である。時和町営業所の路線を一部分割する形で、設立。敷地面積が狭いため、限られた土地を有効に利用すべく。 地上3階と屋上の立体駐車場構造となった。1階の一部には営業所窓口と運行管理部門の事務所が設けられ、それ以外の営業所の建屋はバスの駐車場となっている。戦車ピットと給油施設は建屋向かいの敷地内に設置されている。長崎バスの中では桜の里営業所に次ぐ規模の大きな事業所となっている。 事実上の前身である時和町営業所は新地ターミナル運用に伴う拠点として建てられた経緯があり、その役目を引き継いだ松ヶ枝営業所も同様に約1キロメートル離れた長崎新地ターミナルを最寄りの始発、点として営業運転を行っている。は一部の便の始発、終点として使用する長崎市の斜面地にある 日本松団地と中心部の複合商業施設、夢、サイトを結ぶ路線で小型バスで運行される。愛称は海風。2005年平成17年6月1日に日本松団地元船町線として開通した。30分に1本の間隔で運行される。日本松団地内は自由乗降区間になっている。2018年2月1日より 一部便が、長崎県庁前へ乗り入れている。経由番号は、福田方面域が6番、長崎新地ターミナル業が20番は一部の便のみ、始発、終点として使用する。長崎市中心部と西部の福田、サザエ地区を結ぶ路線。1936年、昭和11年に山市バスが竹の久保、福田線として開通した。 その後戦時中の燃料不足により、山市バスが経営難となり、運休、1944年、昭和19年に長崎バスが路線券を買収し、以後長崎バスが運行を行っている。ただし、買収当時は戦時中の物資不足に加え、軍隊召集による人員不足ですぐには運行再開に至らず、1948年、昭和23年より、 運行が再開された。その後徐々に路線は延長され、1954年昭和29年までに四季見まで路線が延長された。サザエ甲羅まり間は当初、長尺車の通行が困難な国道202号線の非常に狭く曲がりくねった山道を経由していたが、1985年昭和60年10月23日より、新道、 10月22日開通のサザエ、甲羅トンネル湯となり、旧道経由は廃止された。時和町営業所統合以前より松ヶ枝営業所の担当路線となっており、一時期桜の里営業所と共同で運行していたが、2006年、平成18年より、松ヶ枝営業所がメインの運行体制となっている。蒸気の他にも、区間便などが存在する。 日中は15分に1本の間隔で運行され、平日には中央橋アーケード入り口初の福田車庫全港深夜バスも設定されている。通常は稲佐橋を渡り、アグリの裏から入船町の対局バス停を経由して大浜町に至る。この区間は住宅が多いものの道は狭く、対局バス停付近には連続のヘアピンカーブも存在する。ただし通勤時間帯には、 福田方面発着便の一部がアグリの裏トンネルを、石原行きと福田方面発便の一部はアグリの裏トンネルに加えて、極大橋も経由して、ショートカットを行い、所要時間を短縮している。柿止まり行きは1日に往復のみ、サンセットマリーナを経由する。手熊以降は、小江原経由の相川行きと合流し、 四季見までは基本的に狭く曲がりくねった住宅地沿いの旧道を通る。一部の便のみ2002年平成14年4月1日より海岸沿いの広い直線道路都庁が先トネルを通る四季見海岸通り経由用になり住宅地を通らず四季見漁港、相川方面にへショートカットを行っている。福田経由のき止まり、相川行きは 小江原経由便へのご乗車を避けるため、行き先表示に、運動公園通りませんという注意書きが入れられている。経由番号は、住吉経由三河町方面行きが1番、純進行前、経由三河町方面行きが9番、長崎新地ターミナル行が20番である。は一部の便の未始発、終点として使用する。長崎市中心部と北東部のベッドタウンである。 西山台とを昭和町経由で結ぶ路線である。1954年昭和29年8月30日より三河町行きの運行を開始。1979年昭和54年11月19日より西山台団地路線が延長された。元原経由三河町線とは逆方向から三河町、西山台団地に着く。ほとんどの便が市役所、 住吉経由だが、一部に大、大葉と、純進行前、経由三河町止まりが朝に一本や、純進行前を経由する便もある。日中は30分に一本の間隔で運行される。経由番号は、住吉京、吉江の急行が一番、純進行前、経由、恵の急行が九番、長崎新地ターミナル行が二十番である。長崎市中心部と東北部山間のカビラ、 川平地区を結ぶ路線である。1974年、昭和49年2月1日に流れ合い橋までの路線が開通し、現在の恵みの丘には1978年、昭和53年9月1日より乗り入れている。終点の恵みの丘には、長崎純真大学があり、通学路線としての性格も強く、大橋や、ここ多く森町が、始発。 終点の便もある。日中は大鳩経由と市役所経由が約30分間隔で交互に運行される。多くの便は商業施設地とセピアや商店街のある住吉方面を経由するが朝晩の一部と昼間の大鳩経由の半数は所要時間が短く長崎大学の裏門や純真高校のある県道113号線を経由する純真高経由。 市役所かつ純真行前経由はない。なお、行き先表示は、めぐみの丘、長崎純真大学と表示される。経由番号は、女の都団事業が一番、長崎新地ターミナル業が二十番である。長崎市の中心部と北部のベッドタウンである目の、都地区を結ぶ路線である。1973年、昭和四十八年十二月二十九日夜運行を開始した。 ほとんどが商業施設の多い住吉を経由して運行されるが、早朝のみ準進行前を経営するものや、市民病院前まで運行されるものもある。日中は20から40分に1本の間隔で運行される。途中の女のトイレ口までは、経路が完全に重複する、長与ニュータウン線の保管路線にもなっている。ただし本系統には、市役所前を経営する便は存在しない。経由番号は、 住吉経由長与ニュータウン業が1番、純進行前、経由長与ニュータウン業が9番、長崎新地ターミナル業が20番である。長崎市の中心部とベッドタウンである長与町の青葉台や長与ニュータウンを結ぶ路線である。1974年、昭和49年9月8日に、青葉台団地域として運行開始。翌1975年、 昭和50年5月3日より、長代ニュータウンへの乗り入れを行っている。青葉台団地周辺では、昭和町方面側に、長崎新地ターミナル駅が来、長代駅方面側に長代ニュータウン駅が来る。市内から、青葉台団地への最速の路線である。日中は20から30分に1本の間隔で運行される。夜間の純進行前経由を中心に、 ごくわずかだが、大波とを経由するものもある。経由番号は、緑ヶ丘団地業が一番、長崎新地ターミナル業が二十番である。長崎市の中心部と、ベッドタウンである長与町のサニータウンや、緑ヶ丘団地を結ぶ路線である。1994年、平成6年9月10日より、サニータウン行きとして運行開始。その後緑ヶ丘団地まで延伸し、 現在は、全便が、緑が丘団地発着となっている。長代ニュータウン線や本川内線の保管にあたり、運行本数は1時間あたり1本。経由番号は、古都の尾登り口港が1番、長崎新地ターミナル業が20番である。長崎市の中心部と、長代町三間の本川内地区を結ぶ路線。1960年。 昭和35年8月1日より本川内行きとして運行開始。2017年5月26日には北洋大団地線の運行を開始。全便が道の音北洋大高校か学び屋団地を経由しており、北洋大高下までは万久市方面行きの北洋大高下経由と区間が重複している。2018年4月より全便が 新道の西高田線を経由するようになった。運行本数は1から2時間に1本程度と、比較的少なく、1日1往復の西高田線から、寄り道する形で、北洋台団地、ビューテラス経由と表される内を経由する。青葉台団地周辺では、昭和町方面側に、古都のお登り口行き来長代駅,駅方面側に、長崎新地ターミナル行きが来る。 本川内バス停から徒歩数分の場所に、長崎本線、急線の本川内駅がある。経由番号は、長与方面行きが1番、長崎新地ターミナル業が20番である。は一部の便の未始発、終点として使用する。長崎市の中心部と、長与町中心部、北部を結ぶ路線。1964年、昭和39年10月15日より、 前田川内経由道崎方面行きとして開通し、1980年昭和55年11月10日より、タラミ大浦まで延長。満久市には1986年昭和61年7月20日より乗り入れている。日中は15から20分に1本の運行間隔で、1時間1本程度が道崎、またはタラミ大浦行き。 残りは万久し行きとなっている。経由地は北洋大高下経由と南洋大経由が約半数ずつ運行されている。南洋大経由において青葉台団地周辺では昭和町方面側に長崎新地ターミナル行きが来、長代駅方面側に万久し行きが来る。北洋大高校下経由はさらに経由地の追加されている便があり、道の温泉経由が下り一本。 マルタ経由が日中に数本、旧道ルートである前田川内経由が上下線合わせて3本運行されている。南洋台経由には経由地の追加がなく、全敏満営終点で運行される。万久市バス停がある場所は万久市地区の手前にあり、バス停と車庫が長与町総合公園の敷地に囲まれている。道崎バス停は長与町の北端部付近にあり、周囲は 田園地帯となっている。タラミ大浦行きのバス停がある場所は、諫早市タラミ町に属し、同じところにある、大浦バス停を始発とする長崎県営バスで、諫早市外方面へ抜けることもできる。ただし本数は、極めて少ない。毎年3月から4月のお花見期間には、塩床、銅座期間にある、和三郎ろういの広場前に、臨時停留所が設置される。 長崎新地ターミナル始発のバスは、中央京肥後銀行前を経由し、大鳩経由長崎新地ターミナル行きは、出島表門橋を経由する。近鉄バス京都営業所による運行を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。